録画を今開始したに近い。近い、もう画面オレンジ色なんすよ。い、いいじオレンゃん。ジじゃなくて、頭突き華入っやてかるじだゃよ。ん。ガッちゃんの頭の中だ。何？なんもないねー。お互い様だろ、それ。空っぽが。前回、アズライトクリスタルを皆さんで調べ回ったんですけど、なくて。で、この実況の先輩であるラブさん。ラブさんもね、2年か3年くらい前にこのね、南国モッドの実況をしているんですよ。で、そのラブさんに聞いたところ、これはね、やっぱりバグとか不具合で、宝石とか他のアイテムも出なくなってるんだって。なので、選ばれし者にのみ授けられし力をここで使います、私は。長い。また使います。長い。じゃあ、ポンと出しますから。うい。はい、カット。さあさあ、今日は本を埋めていきますよ、皆さん。おーい。はい。よ、手に入れた。一回一応つけてみるか。で、4ページを見る。更新されてない。でで ーん。近づかないでください。近づかないでください。ダメじゃないですか。あれ、ダメじゃん。なぜ？なぜ？時間経つの待つとか。そういうこと。けど、鱗の方で防具の作り方のは出てるんですよね。出てる。イグアナスケールって。もしかしたらそれだけとか。あ、そういうこと？でも4ページにね、鎧のシルエットのやつがあるんだよね。4ページ。ああ、これか。翔さんのもついてない？俺のもついてないですね。じゃあバグっすね。ここじゃあ、はい、達成。早っ、ここだって。まあ、つかないもんはしゃあないですもんつね。かないっすからね。あ、1個でいいです。で、僕にください。これさ、絶対効率悪いよね、この方法ね。意図がないっす。追加された、ソラさんありがとう。追加された。意図がない。意図がないっす。一個雲、もないっす。雲借りに行く。じゃあ、雲の糸、私さっきどっかにぶん投げちゃったな。なんでぶん投げんの？何？あ、で、待って、雲だよ。ごめん、カット開けこの、でそ、宝石出したっていうのを見せて。はい、カット開けで宝石出しました。ポン。はい、オッケー、よし。早っ。雲の糸どこ雲のぶん投糸あるげたよ。い？雲のあ、糸どこ？ある？雲の糸あるよ。父さん。ある？翔さんに渡したって。ください。うい。できた、できた、できた、できた。おい。よし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 。埋まっていくぞ、埋まっていくぞ。できで、これが更新されないんすよね。あ、ダこムれ更なっ新されてた。ます。あ、俺も更新、あ、フィッシュネット更新された。やっぱ時間経過なんですちょっと時間が経つのかも。ほいほいほい。更新された、更新された。よし。いい感じじゃん。いけた。このさ、本のさ、1ページ目の下から3番目のさ、これ何？この木って。バンドルって何？タッチバンローって。ここのワールドの木？このなん木だ？は見たことない。この大なんかきい。切ってみようか、適当に。何の木？あ、気トにモなさん、る木？気トモにさん、なる木？気になる単語取ってきたよ。木単です語取ってきたから。よ。あ、はいはい、ありがとう。ソーラさん、俺気持ちよく歌歌ってるからさ。知ったことね。知ったこっちゃないね。確かに、ソーラさんからしたら知ったこっちゃない。ありがとう。これで結構コーラル系が埋まったんちゃうの？よいしょ。出ます？よいしょ。はい、どうぞ。こはれい、でどうおしまい。も。コーラこル、れでコー2ラル。点処理。あ、ソラさんに悲しいお知らせが。なんでしょ俺、コーラル全部埋まってるわ。う。なんだと？ ああ、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 なんだと？ああ、ああ、ああ、ああ。コーラル。気持ちの豊とお愛子っていうことで。OK。気持ちの豊とお愛子。
すいません、せっかく取ってきてくれたからしまっとく。さあさあ、キヨ探しましょうぜ。キヨ、キヨ探すのね。キヨね、あれ父さん、その木違ってましたわ。え、違うんだ。うん、ヤシじゃないのあれ、ダメ。ヤシはだってパームプランクスとかってなるでしょ。あのツタ生えてる木はどれどれどれ、この木なんの木。え、しょうさんそれを削ってきたっぽいよ。気になる、うん、気になる木そのあのコーラスの方もやんなくていいです。あ、違うの。はい、あ、そう、一人でコーラスもやってるから。いや、誰も乗ってくない。乗る乗る。ザッチバンドル、バンドルって何、竹じゃん。うんとね、塊、塊、木の塊。 T ハッチはタッチってことは原木を、あ、固めるの。ギュッと固めるんじゃない言葉の勢いだけだもんな、そのギュッて固める。おにぎりじゃないんだからさ。そうだよね、おにぎりT ハッチバンドルって何。あ、今調べたら出てきた。うん、サトウキビを4つ固めるとそれになるって書いてある。サトウキビ、そういうことか。確かにソラさんの言ってることは合ってた。うん、サトウキビ6個しかない。植えるしかない、植えるしかない。どっかなかったっけ、サトウキビこの世界。あ、ソラさんイグアナに襲われてる。海に逃げて、海に逃げて、ソラさん海に。たた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 た、逃げた。オッケーオッケーオッケー、植えましょう。うん、じゃあ植えるのはクミさんに任せる。うん、お願いします。1ページ目の上から2番目埋まってる人いる？1ページ目の上から2番目埋まってない。真っ白、うん、これ分かんないね。これ多分 A から始まるアイテムなんだよね。 ABCDEFG ってこれアルファベット順だから。僕はそう思う。素材赤身の友とか。あ、なるほどね。俺ってバカ、うん、違うだろ違うでしょA から始まる。いや、これはアネモネっていう花があった。アネモネ手に入れた。これ当たったんじゃね。うん、あれ、さあ、それはどうかな。上からいくつ目？ 2 番目。アネモネ。何にもからですわ。アネモネ。拾ってみて。ページ更新されない？いや、これ絶対アネモネだよ。そういうことですか？ね、ソラさん、ほら、見て。見て、ほら、ソラさん、あげる。これ。これ、アネモネでしょ。はい。アネ、ね、ANE。うん。だと思う。出てこねえ。もう出てこねえ。違うんだよ。ちょっと、嘘。アネモネっしょ。決めつけ。アネモネっしょ。それもことにしとこう。で、続きまして、これいよいよですよ。アズライトクリスタル使うところ。やっときた。やっときた。さあ、手に入れよう、みんなでアズライトクリスタルを。これただもう。あれですから、手にすればいいだけの簡単なお仕事ですから。はい、手に入った。おい、来た。おいほーい。埋まんねえぞ。これさ、これさ、絶対バグってるよね。バグってる。バグってるよね、これだって。持ってんのにな。手に持ってんのにな、これ。ダメだ。ダメだ。更新されない。しばらく更新されないね。そうか。ということで、じゃあじゃあほら、違うアイテムがある。ジルコンクリスタルとこう斜めに。じゃあちょっと俺作ってみるわ。ちょっとこれが作りたかった団子。団子、はい、あ、団子、団子のアイテム。あ、団子、そうそうそう、団子見たい。お団子見たいよね。うん、うん、あ、危なかった。よし、じゃあ作ってみる。ういよ、ほ、なんかの、ほ、ダメだ。赤のミンクラフトワークとなんか混乱するね。うん、あ、なんか
よし、じゃあ作ります。あ、できました、ちゃんとこれは。団子。ポータルができた。団子。あー、団子だ。おー、なんだこれ、団子団子。ポータルエンチャンター。モード、ポータルビルドモード。何これ。ポータル？ポータルエンチャンター。扉作っちゃうんじゃん。うん、入り口のことです。おや。おやおや。また別の世界に行っちゃう？別の世界に行く。ソラさん、ちょっと訳してよ、これ。あの、8ページ目の上から1、2、3、4、5番目。じゃあ、俺が読むから、ソラさん。ソラさんは一回俺が言った、めちゃくちゃな英語を英語に直して、その後日本語に直してください。2回訳してください。そんな、無茶ぶりな。This item made with enchanted azurite and zircon form a portal that can be used to teleport. 最後だけ強くこのアイテムは、すげえ。ちゃんとなんだっけ。アズライトクリスタルと、ほう、ジルコン。なんとかから、あ、ジルコニウムクリスタルと、バンブー、はい、スティックから、作られて、おり、異世界のジャンプに使うことができます。なるほど。ビットウィーン、ザ・トロピクス&オーバーワールド、ウェン・ライト・クレイク・ドーンが 3×3 フラット・スクエア・オブ・サンドストーン、フレフレンド・ウィズ・ウォーター・インサイド。3×3。3×3。この中で、え、ちょっと待って。あんそこみたいに。なんとかとなんとかの間で三角形のなんとかを作ってその上でなんとかしろってなんとかのなんとかでなんとかしろってことね。もう一回、うん、ビットウィーンザトロピクス&オーバーワールドウェンライトクリックアンオンあ三角形三。アホどこおるぞ。アホがバレる。なんで 3×3 だけ日本語。 3×3 だからこれなんて言ったらいいかわかんねえんだ。頑張ってくださいよ。そこわからんわこれ。でソーラさんなんて意味なんですかこれは。え、ビットウィーンなんだって。ビットウィーンザトロピクス&オーバーワールドウェンライトクリックドオンア 3×3ダメだって。ダメだって。縛るからダメだって。がっつり日本語だもんね。自信持って言っちゃうもんな。うん、迷わずね。3×3。3×3。やっぱなんかゲート作るってことじゃないの？多分そういうことだよね。3×3 のなんかゲートなんかつくんじゃないかい。で、そのお団子でピンって。オーバーワール。意味がわからない。よし、じゃあわかった。ソラさん。俺がこのアイテムをソラさんに渡すから、ソラさんが訳してください。それを手に入れると。最初からその方が良かったんじゃん。確かに最初からその方が良かった。8ページ目の上から5番目がね。変なとこで切るから分かんなかったんじゃない。何よ、 3×3 でいいでしょうよ。なんだけど、なんで逆切れ、なんで切れてんの。ポータル that can be used to teleport between the tropics and overworld で切ってほしかった。なるほどね。要するに、このトロピックワールドと上の世界との間をテレポートすることができますっていうことなんでね。上の世界っていうのは現世でいいんですか。多分そうだと思います。なるほど。When right click on the 3×3 flat 3×3 でいいや。何ですか。 Field to open inside 水の中で、はい、サンドストーンを3×3 の正方形に並べてここで、右クリックしてくださいと。そうすれば上の世界にここからテレポートすることに使えます。わかりましたか。わかりました。カクテルはもう必要なくなるってことなんですね。それができれば。うーん、なるほど。なるほどね。
サンドストーンを探して。サンドストーンってあれじゃないの、砂を4つ固めたやつのことじゃないの。うん、サバン。あ、これ取って固めれば、うん、固め。何個必要なの、サバン。3×3 なんで9ですね。ああ、そういうことか。そうです。ごめんなさい。サザンが9です。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォンから見ている方は動画のタイトルをタップ、下にスクロールして登録ボタンか登録 URL からよろしくお願いします。この動画の続きを見たい方は再生リストの URL をタップしてご覧ください。パソコンからご視聴の方は画面下のボタンをクリックして登録再生リストよろしくお願いします。赤髪の友の実写動画チャンネルでは料理やお菓子作り、釣りやキャンプ動画などいろいろなことに挑戦しているので、こちらもぜひご覧ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。